というところで次の章、はい、プレシミスティック・イン・ルッキング・アヘッド、将来を見て悲観的、はい、なんで、まあ、SJ の人たちは将来を見て悲観的なんだと、はいはい、多くの場合 SJ たちの取り組みは高速早く絶えず変化する状況で現状を維持しようとする試みであるため、うん、ガーディアン SJ たちは最悪の事態を予測することを学んでいます。確かに最も簡単な観察でも真面目な S 型の人々の態度に色濃い悲観主義の傾向を感じ取ることができます。これは SP のことは好転しているという楽観主義とは完全に対照的ですと。確かにボーイスカウトのモットーである用意をしようは強固なガーディアンによって考察されたものであると言えるでしょう。何よりもガーディアンは準備ができており、その多くの準備が何かうまくいかないことを想定しているにもかかわらず、彼らが厄介事や物資不足について悲観的に予測しているわけではないと結論付けるべきではありません。むしろ私たちは彼らが逆境や不足をリアルに受け止めていると考えることができるでしょう。なんで悲観的に見て、うん、もう全部準備しているってことですね、うんうん、この冬乗り越えられるかって不安でしょうがない。不安なのかって話ですよね。何が来ても大丈夫のようにもっと蓄えろみたいな。ああ、そういう見方なんでしょうね、はい、もしかするとすごい大寒波が来るかもしれないみたいな、もっと蓄えなければならないみたいな。むしろじゃあ悲観的に見てちゃんと準備してるから大丈夫っていう感じ、うん、悲観的に見てあーっていう感じではない、あーっていう感じではないんじゃないですか。悲観的に見てだから準備をしよう、これが来たらこれをしろ、これが来たらこれをしようみたいな感じで。めっちゃ強いじゃん。強い、強そうです。なんかまあガーディアン何が起きても対応できるようにみたいなことを考えてる。そうですね、ボーイスカウトですもんね、はい、ガーディアンたちは悲観的であるとすぐには自白しませんが、迫られればそれを認めます、うん、もちろん彼らは喜んで、彼らパーティザンの親戚のように楽観的であることを望みますが、できれば心配事を簡単に取り払うことはできません。何が間違っていく可能性があるのか、そしてしばしば実際に間違うことがあることについて心配を捨てることができません。何しろこの世の中のマーフィーの法則は、確かに S 型の人々すなわち悲観主義の法則を測定しているものです。マーフィーの法則を覚えていますか？それは何でもうまくいけることはうまくいくだろうというものです。この基本的な法則の多くのバリエーションが存在し、その中には全てはもっと高くつき、もっと時間がかかるというものや、オルセンの追加ルールでもあるマーフィーの法則は楽観的だというものも含まれています、まあ、なんとなく受け取ってください、はいはい、マーフィーの法則って、まあ、反対もあるって話ですよね。そうですね、起こるものは起こるみたいな。そう、はい、悪いことは起こるみたいな、はい、まあ、はい、想像することは全て起こるんですからね、はい、全て起こる、はい、なのでいいことも起これば悪いことも起こるみたいな。だからいいことで満たしましょうっていうのが、はい、マーフィーの法則です。で SJ 的にはこうマイナスがあるならそれに備えましょうじゃないですか。マーフィーの法則をそうやって見てるってことは、はい、それを実際に使うっていうことは、うん、ほら言っただろうって、ほらだから俺準備してたんだよっていう、だからマイナスに使ってる感じじゃないですか。証明ですもんね、それは、はい、そんなにストイックじゃないやっぱりというこのガーディアンたちの時間経過ですかね、はい、ファタリスティック・イン・ルッキング・バーク、過去を振り返る際には宿命論的、はい、まあ、過去をどう見てるかっていうことですね、はい、宿命論だと。ことがうまくいかないことを予測することは一つであり、エラー、失敗、損失、そして逆境が実際に発生した際にそれらを説明することは別のことです。困難な状況に直面した際、
ガーディアンたちは悪運を責めたり、かっこアーティザンのように、または自分自身を責めたり、かっこ合理主義者のようにすることはありませんと。むしろ S 型はストア派の哲学者の同じように、この世界では痛みや苦しみは避けられないものであり、実際にはあらかじめ決定された計画の一部であると信じているため、人々は困難を勇敢かつ忍耐強く耐えねばならないと考えています。具体的には、病死で死期が迫った際、アルバート王子はビクトリア女王を慰め、運命に従うことを受け入れました。彼は女王ビクトリアに対して何度かの機会に穏やかに説明しました。彼は自分の運命に幸せだが、もし重病に襲われたら抵抗せずに受け入れるだろうと。これは憂鬱な態度で、ビクトリア女王は一般的にアルバートが神の意志を聖人のように受け入れていると解釈しました。めちゃ強い人じゃないですか。強い人、受け入れる人ですね。もう計画して全部、まあ、悲観的に想像して計画するわけじゃないですか。こうなったらこうする、こうなったらこうする。はい。それでもう拾いきれないものは宿命だとは。っていう感じですよね。ああ。その強さは絶対にない。うん。だからもう諦めるとか、もう受け入れるみたいな。もうその苦しみはもう耐えるしかないものだ、みたいな感じですよね。そこで落ち込んでどうするんだ、みたいな。そして、ザ・プレイス・イズ・アット・ザ・ゲートウェイズ。はい。この人たちの場所は、門の前であると。はい。隊長は、はい。中で、はい。サッカーしてるんですよ。はい。この人は、門の外にいるんですよ。はい。この意味。SJ、ガーディアンたちは、自然に社会の門番の役割を担い、門の前で番をし、自分たちの支配下にある人々の出入りを注意深く見守りますと。適切な資格を持たない者、外部の人々は通すことはできません。境界、境目を無視する者、不法侵入者は捕まえて叱責しなければなりません。そして単に押しかけて入ってしまう権利があると思う者、ゲートクラッシャーについては止めて排除しなければならない。 S 型の人々が言うように、ドアを見せてあげる必要がありますと。ルールがあるんだよ、読めと。うん、守れるか、守れるなら入れ。はいはい。オズの魔法使いに登場する4人の勇者はエメラルドシティに到達しますが、そこは巨大な緑の壁に囲まれ、ガーディアン・オブ・ザ・ゲートと呼ばれる門番が見張っている。巨大なエメラルドで飾られた門を抜けることができますと。ガーディアン SJ はこのオズの魔法使いの4人に尋ねます。エメラルドシティで何を望むのか。魔法使いと取引が軽率であってはならないことを警告しますと。彼らは強力で恐ろしい存在で、くだらないことや愚かな使命で来た場合、彼は怒り、瞬時にあなたたちを全滅させるかもしれないと。4人は彼に探求の真剣さを保証し、ガーディアンは内側の門を通る許可を与えますが、エメラルドシティのエメラルドの輝きから目を守るためのメガネをかけなければならないと警告します。ガーディアンは言います。それらはすべて鍵がかけられており、エメラルドシティが建設された時、オズがそのように命じたもので、それを解除する唯一の鍵を俺が持っています。まさにこのようにプロトコル、慎重さ、真剣さ、保護について心を砕き、ガーディアンたちは門を守り、すべての社会機関の鍵を握っています。入国審査みたいな感じですね。浮かれてないですね。うん、自分で SJ って思う人いますかね。はい、まあわかんないです。人いるんじゃないですか。要はこれを、まあ昨日 SP をやったんですけど、はいはいはい、
そこまで過激ではないが、はいはい、言ってることは分かるっておっしゃってたじゃないですか、はいはいはい、SJ の人も言ってることは分かるなんですかね、うん、そうなんじゃないですか。なんかね、僕はね、あ、これ大事って思うんですよ、はい、大事だけど、はい、できないって思うんですね、はい、担えないって、うんうん、それをまあ自然になんとなくやってるみたいな感じじゃないですか。なんかルール破る人がいるとちょっと腹を立てたり説教したり、あー、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、はい、あのちびまる子ちゃんで、はい、前田さんっているんですね、はいはい、女の子が、はい、男子が野球とかやってると、はい、泣きながら注意する子、はい、あなたたちやりなさいよって、はいはい、そういうのがこう出てくる人じゃないですか。注意したくなる、うん、あ、なんか、まあ、悲観的に考えるので、はい、このままではこのなんか学級崩壊してしまうんじゃないかとかっていうのを考えて、うん、こう注意したりする、うん、まあ、注意する気持ちも分かるんだけどな、はい、なんかそれはなんか先生が怒るからとか、はい、僕の理由はそっちなんですね、はい、怒られるのが嫌だ、自分が巻き込まれるのが、人が怒られてるのが嫌だ、誰かが怒ってる状態が嫌なんですよ、はいはいはい、っていう理由とは違いますもんね、はい、だって自分が怒るんですもんねああそれ別にこうちょっとやめとこうよみたいな感じですよね、二等兵がやるとしたら。そう、やっとかないとねって、うんうん、ちょっと先生怒られるからちょっとやめようよみたいな、僕の中ではそれですで、その人たちにも言うわけじゃないですか、多分なんかルールを破ってる人たちがクラスにいたとしたら、はい、ちょっと先生たち、先生に怒られるからその辺でやめとこうよみたいな感じで言うわけですよね、うん、言い方としてもそんな感じです、はいはい、SJ の人は違うんじゃないですかそんなことしちゃいけないですよねみたいな、うん、っていう感じなんじゃないですかね。そんな気がします。はい。